旗風護衛艦。旗風は海上自衛隊の護衛艦。旗風型護衛艦の一番艦。艦名は旗に当たってはためかせる風に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては旧海軍の神風型駆逐艦、旗風、朝風型護衛艦、旗風に続き日本の艦艇としては3代目。旗風は中期業務見積りに基づく昭和56年度計画4500トン型護衛艦2311号艦として三菱重工業長崎造船所で1983年5月20日に寄港され、1984年11月9日に浸水、1986年3月27日に就役し、第1護衛隊軍第61護衛隊に編入され横須賀に配備された。1986年8月11日から12月8日の間、ターター装置装備認定試験のため米国に派遣。2014年10月24日編成替えにより第1護衛隊軍第1護衛隊に編入された。現在、艇携行は横須賀である。